一応その前に、アドミン見てて、メッドベイからエレクトリカルに移動したような動きがあったので。ああ、それ僕です。え？ベント使ったってことですか？待って、ということで皆さん、明けましておめでとうございます。明けおめをね、使い古すっていうのもちょっとあれだけど、白、緑、オレンジ、水色。あ、死んでる。あれ、マジか。はりゃ。見てない。僕と魚さんは注意しながらミュートするんで。あ、大丈夫です。リセットします。はい、続けてください。とりあえず竹尾さん見た方っていますかね。見てないです。僕初動左一人で。左は誰も。あ、途切れてるな。早速。もうちょっと。そうですね、マスターさん途切れてますね。左に。そうですね。下げていただければ多分5ぐらい。結構消えちゃってますね。そうですね。ウェポン方向では見てないですね。そうですね。ウェポンシールドナビゲーションあたりでも見てないですよ。うん、そうです。ストレージシールド見てないです。僕最速で多分下に抜けてるんです。水色とオレンジ。現です。水色とオレンジが、はい、O2 って言われました。はい、でウェポンに赤、ね、センターさんがおられて、でナビゲーションでアルトさんとゲンずっと一緒でした。で逆となった後もずっと一緒でした。うん、でアルトさんは白いかなと思いました。これタイミングがあったもんで、はい。そこに残っていく2人を見てます、私。はい、アルトさんとゲンさんがリアクターの時残って右に残っていきました。はい、うん、ナイトメアショって、まあ、ストレージから抜けてシールドに行って、タスクやって終わってるぐらいにアルトさん見かけて、そのまま、ストレージ側に戻ったらリアクターなったんで、リアクターそのまま向かいました。行った時に魚さんが待ってて2人で直したところです。魚も最初の行動を言います。はい、ショット左行って、カスターさんがメッドベイ入ってるのを確認しています。アッパーエンジンの方行って、スタスクをやっていって、リアクターが鳴ったので、リアクターで待っていて、ナイトメアさんが来ました。という感じです。直してましたもんね。どこだ？僕とアベレさんも O2 から出てきちゃったんで、反抗はずっと一緒に、はい、手繋いで行ってました。サントスさんはナビゲーション出た後、どっち取ったんでしたっけ？私、上ルートです。ナビゲーあ初手ナビゲーションで O2 のタスクやろうとしてなったので、そこから上ルートで、アベレージさんとオラフさんが手つないでる後ろに私がギリギリ視界に入るか入らないかくらいで追っていったみたい。アベレージさんとかオラフさんはそれは確認できて、はい、ウェポンズでサントスさんがいたのは、うんうん、ような気がしますね。右は多分全員白だと思いますけどね。はい、じゃあ、OKOKOK。そうですね、ごちゃごちゃしたんで。下じゃない多分。下で、ナイトメアさん、犯人じゃないこれ。僕一切見てないっすね。何も。多分アルトさん以外とはすれ違ってないんかな。エレクトリカルとか寄ってないんで分かんないっす。ボタンお願いしてもらって。しましょう。押せそう。ありがとうございます。なんか押せという圧力を感じたので押しました。話しましょうっていう最後聞こえたんで、押すのは正解だと思う。浮き位置ってことですよね、ナイトメア。そうですね。浮き位置、いや、浮き位置、あ、まあ浮き位置でもあるんですけど、だって左でまずカスターさんが誰も見てないって発言してて、その上で魚さんがカスターさんを見たって言ってて、うん、まあここで食い違ってるか、この二郎はないから、多分両方とも本当のことを言ってる。カスタさんが魚さん見えてるだけ。多分俺がだと思うような気もする。だから、魚さんリアクターいたし、最後。僕、シールドで多分アルトさんに見られてて、アルトさんってリアクター来ました？でですよ。俺はゲンさんがちゃんと証言できるので、僕は何も証言しながらつもりでしたけど。一緒にいたんですよね、ずっと。はい。ず一緒でしたね。OK か。っていうか、センターも見てると思いますし、カフェテリアの方に来てるの。うん、オッケーオッケー。ああ、いや、なんか一瞬ね、リアクターの直った時にもう一人誰かいたような錯覚を覚えてたから、それだけ いてないんだったら大丈夫です。いてないですね。うん。右、あ、現です。あと右側のカフェで死体とかはなかったので、カフェテリアの右側で。そうですね。なんか先端さんがギリギリで殺してセルフは、あ、ボタン押して死体消しは結構やりにくいかなと。見える範囲にはちょっと分かんなかったですね。ギリないかなって思います。もっと手前で殺してて死体消しはまだありますが。そうね、カフェの左側の方でやってたとかしたら、ちょっと僕らは分かんないですね。
シールドからストレージの下側抜けてエレクトリカル寄らずに、で、あのロアのタスクの位置とかも確認せずに抜けてきてるので、そこら辺のどっかに死体があると僕は確認できてないんですね。で、アルトさんと魚さん以外とは僕は誰ともすれ違ってないです。他は、これはすれ違っているというよりはリアクターで待ってたらナイトメアさんが最初に来たっていう状況なだけですね。まあ、白いショーすれ違ったというよりかは、シールドでご一緒したって、サントさんとアベリさん最終時どこでしたっけ。はリアクターらへんかな。リアクターまで私ギリたどり着けてない。多分十字路かな。ああ、多分たどり着けてないです。ブレイジさんは？は、オラフさんと一緒なんで、はい、まあ、あ、一緒なんですね。ですね。はい。じゃあ、僕とナイトミヤさんか。ペアで戻しますか。あ、別にっすよ。じゃあ、ついていきますね。はい。賛成です。はい。はーい。OK です。多分、ボットを回復してるはず。死んでないですね。あ、サントスです。アドミンで割とぴょこぴょこ動いてたので死んでないかなと思って押しました。はい。あ、あとごめんなさい。あとどうぞ。細かいですけども、あの、魚さんが投票画面だとマスクつけてて、道だとつけてないですね。まあ、色ってしてるんで大丈夫。まあ、あの、色で認識してください。は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 い。あと一応、リアクターの途中左側走ったのはあのロアエンジンが僕が見た時動いてなかったんで死んでるのかなと思って見に行きました。なるほど。オツ。はい。はい、あ、オツが、オツがなった時です。オツが。オツですね。ごめんなさい。それ多分僕かな。二人ともでした。多分アルトさんとアビリさん両方左に行かれました。私はエレクトリカル出たところでお会いしたんで。そうですね。エレクトリカルが現在で、はい。アドミン見て見に行ったのはアベレージさんを私が見てるんで、はい、なんかそれっぽい動きしてるなっていうのはついつまってます、私でした。はい。あと、ペア作ってるんですけど、あの、近づいて殺されちゃうと、お互いがやっただろうって言って話が平行線になっちゃうので、あまり近づかないように、僕と。最後、すいません、近づいちゃいましたね、そういえば。はい。赤尾発言は白いな。いや別に白くないですよ。なんでかまってあげたのに。なんですかそうやって。疑ってないからあげたのに。ここでペア組んでるタスク遅れるなと思うけど、まあ別についていくんでお願いします。うん、僕とサントスさんはね、先端業者とさん、あ、じゃあナイトミヤさんがペアですね。そうですね。先端さん、ナイトミヤさんの二郎はなさそうですね。そうですね。色はない。色なら持ってる。めちゃめちゃ暴れてると思う。いや、わかんないですよ。移動しながらキルして回ってる列車みたいになってそうですからね。無限列車だ。わかんない。色はあるかもしれないですよ。おお、余裕ですね。ゆとりを感じる。あと、ちょっと業務連絡なんですけど、ボット多分復活してます。ああ、ありがたいです。近づかないようにだけお願いします。はい。はい。はい。めっちゃ音出してthank you。
手動で解除できるんで、ちょっとご協力お願いします。みんな権限あるんで。はい。うわ。はい。はい。サントスさんが死んじゃってる。サントスさん。サントスさんか。ね、カスターさんが鳴らした。僕が、はい。はい。佐藤さん、あ、一応その前に、アドミン見てて、メットベイからエレクトリカルに移動したような動きがあったので。ああ、それ僕です。え？ベント使ったってことですか？待って、メットベイから俺カフェテリア行ったの。で、佐藤さん、ミュートお願いします。ん？なんで？佐藤さん、ミュートが外れてたんで、佐藤さんにミュートお願いしますっていただけで。メッドベイからエレクトリカル、メッドベイから僕はカフェテリア行きました。ああ、じゃあそのタイミングでちょうどアルトさんがエレクトリカル入ったんですかね。なんか中見たら、リアクターが鳴ったタイミングで多分センタンとかが見てるかもしれないんですけど、エレクトリカルにタスクがあったのでそのまま入ってって。あ、じゃあ OK です。続きをお願いします。危ない、バレるとこですね、カスターさん。そうですね。あれ、おかしいですね。はい。いんだけど、リアクターが鳴った、うん、リアクターって今回って1回しか鳴ってないですよね、多分。1回で。そうですね、最初、はい、その時に、俺はエレクトリカルに入ってくるアベレージさんを見てるんですが、その中にエレクトリカルにいた人っていました。それが多分アルトさんでしたね。あ、なら、OK です。あの、なんか、誰がいたのかっていうのだけ確認したかった。いたんなら。確かにアベレージさんみたいな人は入ってきたような気がします。はいはい、ちょっとタスクやってたんで、誰が入ってきたかちょっと覚えてなかったんですけど。ああ、了解です、了解です。ああ、で、あとは、オラフさんと結構一緒に行動してて、ストレージで閉じ込められたりもしてて。はい、ちょっと手繋いでましたね。そうですね。現在、死体は多分右です。サントスさんの目撃情報は一切なし。アドミンカフェアッパーって言ったんですけど、見てないですね。もう一回話せそうですね。話しますか。そうですね、序盤でアドミンで見たかな、確か。ゲンさんをあのセキュリティ前の配線で一回確認してます。はい、うんうん、レッドさん、アベレージさん、ラフ君、ゲンさん、バリバリ、あ、そうだ、はい、はい、はい。ゲンさんをセキュリティで見たってのは誰でしたっけ。サガナさんでしたっけ。アルトさん。アルトさん。アルトさんかな。アッパーエンジンに行った後に下に降りて行って、その時にちょうど配線やってました。リアクターなる前ぐらいですね。 O2 なった時に私完全に逆走して左側行ったので、あで、ずっと単独行動やったんですよね。アルトさんの方は現に視認できてないんですけど、まあ位置が分かってるんだったら、まあ、いいかな。セキュリティの配線やってたからじゃないですか、多分。ああ、かもしれない、うん。場所にはそこにいらっしゃったんで。うんうんうん、はい。で、まあ、続きにちょっと話しておくと、現その後リアクターのタスクをやってたら、リアクターが本当になったんですよね。だから、ああ、右でなんか死んでんじゃないかなと思って、一人でずっと待ってたら、ナイトメアさんと、センターさん来られて、で、お二人は下担当でしたね。私が上に直してって感じでした。はい、僕は直してないで、センターさんが押してます、下の方。うん、魚さんは右で死んでそう。魚さん、あ、俺最終位置の方がいい。最初からの行動はいいですかね。ナビゲーションの方のタスクを終わらしてから、コミュニケーションの方行ってストレージ通って、エレクトリカルの方で、誰だ、アベレージさん発見して最終位置のワレンジあたり。右か。誰か会いましたと。右、右。いや、俺会ってないんだよね。だからサントスさんでは右で俺は会ってない、少なくとも。オラフ君はアドミンから、カフェテリアアッパーって言って、でカスターさんがメッドベイかどっか分からないですけど、そっち側からアッパーエンジンかそっち側からカフェテリアの方にリアクターの時になって、多分ボタンを押すために行ったんですよ。そうですって感じで確認します。ああ、カフェ周辺か右半分って感じっぽいですけどね。左にはそうですね。あ、そうですけどね。僕とセンターさんがしょってアドミン、まあ、ストレージからの左側に行ってるから、そこら辺にはなかった。エレクトリカルの中は入ってないですけど、入った人が多いんだったら違うんじゃないかなって気はしますね。うん、まあアドミン情報が残ってるから2位になってるはずだから、死体があったら。うん、魚さんとカスタさんペア頑張れそうな気がしますけど。オッケーです。じゃあ俺についてきてもらってもいいですか、魚。おーい。
ないとめやかな。魚ないとめや。エレクトリカルの前で原産白色原産が立った状態 で通路ですね。1秒もほぼ同時に見つけました前くらいに、はい、エレクトリカルで入って作業して、で原さんが入り口で待ってたんですよ。多分タスク終わったんだろうなと思って、で見張りやってんのかなと思って、でタスク中に原さんがなんかちょっと覗いてきて、で多分ベントに入ってるか確認してきて、で僕がその作業終わって下行ったらちょうどゲンさんの死体が見えて通報って感じでした。直前でカスターさん、魚さんペアが、そうですね、ロアエンジンの左下にいました。ましたけど、うん、結構直前ですよね、カスターさん襲撃ってだと思う、だと思います。僕も死体見かけてるんですけど、僕が発見した時もゲンさん突っ立ってたので、死体が骨が本当にキルした瞬間だと思います、センターさん、ナイトメアさんは両方白ですか、そのお互いの視点で。絶対無理です。オッケーですね。初日の話なんですけど、初日左側行ってたのってカスターさんと魚さんじゃないですか。で、そっちのどっちが殺して、話をこうすり合わせてるっていうのかなと思って。あ、ありえる。あ、両黒ってことですか。あ、俺らが2人とも両黒ってこと。そうです。ありえる。じゃあ、ペア変えます。いや、それはね、しない方がいいと思ってますよ。多分、釣るっていう話になると思うから、それだったら。あ、まあ、そうか、もうこの。ここまで来たらもう誰か釣らなきゃ。意識的にセンターさん、ナイトメアさん、あ、でも逆にセンターさん、ナイトメアさん両方黒もありえんのか一応。あ、俺が気になってるのは、ナイトメアさんとセンターがペアになった時に襲撃が全然起こってないことが、はい、おそらく俺はセンターの方が白だと思っているから、ナイトメアさん黒かなと思ってるんですよ。正直センターについててタスクが終わっていないので、一度なんかローラーで釣られる分にいいんだけど、これ釣られるとダブルキルで終わるから釣り読めないんだよな。話しましょうか。スキップでいいと思います。スキップで。はい、困ったことにカスターさんと俺はプラどうしたから。タスクしていい？どうするの？まだもう一回話しましょう。あ、了解です。もう一回話すのね。オッケー。了解です。まあ、僕視点だったら2人ともずっと見たいけどな。ありがとうございます。ありがとうございます。どうございます。釣りにしてもそうですよね。ミスったらもうダブルキルで終わっちゃいますし。アベリーさんって原産の死体見たんでしたっけ？はい、エレクトリカルから降りたら死体が見えて、でその瞬間に通報でしたね。エレクトリカルの中に他に誰も残ってない？いないです、 100%。 で原産以外に直近で出てった人もいない？僕がリアクターからロアエンジン、エレクトリカルっていう風に通っていたんですけど、ロアエンジンの左下でカスターさんと魚さんが作業してるのは見えました。うんうんうん。で僕とセンターさんがストレージにいる時ぐらいに、多分そのペアが上に上がって、うん、カフェテリア側に後がっていったのは確認してます。あ、ストレージ通ってってことですか？まあ、ストレージにいる、多分センターさんは90ぐらいのところにいるところを上に通っていった感覚だったと思う。ちょっと伝えておくんですが、原産襲撃の意味はカスターさんが絶対に無理なことを僕は証明できるので、カスターさんと僕の行動を説明しておくと、O2 から O2 が鳴ってる時にカスターさんがエレクトリカルに行ってタスクをやってるのを僕は確認をしていて、でその後にエレクトリカル出て、誰も原産の死体が当然上がっていません。でストレージの方行きました。
で、その後に原産を死体発見リポートなので、僕とカスターさんが。原産を見てないんですか、そもそも。じゃあ。見てないんです。僕は見てない。カスターさんわからん。カスターさんどう？俺も見てないです。で、僕とカスターさんがインポスター同士だったら、あんなにエレクトリカルのどこに死んだかわからないですけど、見つかるような位置で殺す必要がない。それも入れてる。うん、入り口なんですよね。あ、入り口か。あ、ちなみに、カスターさんと魚さんはエレクトリカル前通るぐらいで、どっちの方が先に走ってました？先は僕かな。俺はカスターさんに。カスターさんが前ってこと？僕が前だ。カスターさんについてってる、俺は。これ、アベレージさん、オラさんとかある。最初の。あ、じゃあ、僕、次押していいですか？大丈夫ですか？もう一回押しましょうか。OK です。はい。わからなくなってきちゃった。わかんない。これ。わからんくん。むずいな。最初は右で死んでるっぽい時の。被疑者がカスターさんとでも魚さんしかいないんだよな。アントスさん。はい、ありがとうございます。さっきの時のオーラフの行動はO2 になった時にアドミンの方行ったんですけど、もう誰か解除してたみたいで、ウェポンズから O2 の方行って、多分アルトさんとほとんど同じ感じで。そうですね、アドミンは僕が直して、うん、で、確かにその時にオラフさん入ってきた、アドミンに。で、はい、うん、僕そのまま、ウェポンの方抜けていって、O2 側に入ろうとした時に、O2 直した人間、誰ちょっと覚えてないけど、出てきてる。銀さんいたと思うんですよね、僕の記憶の中では。おったっけな、まあ、最終位置がエレクトリカルなんで、最新情報が。ああ、一応僕はその後アドミン見てました。うんうん、ああ、距離的に無理と。はい、じゃあストレージは4人ぐらいいてて、エレクトリカルが2人か1人ぐらいでって感じですかね、僕覚えてたのは。多分アルトさんが一番白いかな、こんな。そうですね、めっちゃ白い。右回りなんで、完全に。アルトさんが、そっちにたどり着けてないですね。ちゃってもいいかもな、方針を。方針？でもこれ、いや、釣り、まあ、ダメよね。2分の1じゃないですか、多分4人の中にはいるから。オラクさんセンターナイトメアさんと、カスターさん、はい、魚さんペアだったら どっちにも言ってそうだよね。そうなんです、どっちもそうなんだよな。1-1でしょ。 あと2日目の死体、上がった時って、会議ボタンじゃなかったり、会議ボタン、ね、アベレージさんは絶対無理なんですよね。サントスさんが死んだ時は僕がボタンを押して、あ、ごめんなさい、ちょっと確認なんですけど、すね、アベレージさんは絶対無理なんですよね。竹川さんに関しては魚さん全然あったんじゃないですか、右下らへん。右下、いや、微妙、分からんのよ。アベレージさん、ナイトメアさんも全然ありえる。アルトさん視点だと僕が、黒か無理なんですかって話を、うん、聞いてるんです。オラフさんに。どのキルの話ですか？この、原産キルに関して、アベレージさんは、エレクトリカルの中にいたって言ってたけど、無理なのかな。いや、可能でしょ。可能だと思います。まあ、一応キルと思います。誰もいないタイミングで殺して、上に上がるふりして、でもう一回下がってくるみたいな。原産の死体見て、まだ立ってる死体でセンターさんがデコートしてるので、アベレージさん見てないので。原産のやつだと分かんないな。俺が決めるんだったら、ちょっとスキップだ。一回スキップだ。スキップにしとく？オッケーオッケー。一回ね。ごめん。会議どうします、これ。なんかボタン使いすぎな気がするんですけど。あ、僕押せるんで僕押します。あ、了解です。いや、僕が押す、はい、僕が押す。あ、押す？あ、OK、お願いします。了解です。アリさん臭いな、単体で。でも、原産切るぐらいだからな。一切ずつは凝ってるから。あ、押せなかった、ごめん、ごめん、押してたわ、そういえば、最初、一番最初押してたわ、危ねえ。危ねえ。ああ、やられてるかと思った。いや、やられてるかと思った、完全に死んでたかと思った、今。ごめん、最初押してるんだった。近くに押せてよかった。あざっす。
あ、アルトさん僕になるんだと思ったんだけど、ね、原産キルは分かんないんだけど、はいはい、武雄さんのキルに関して一番アリバイがなさそうなのがナイトメアさん。それはそう、初日ですよね。でもまあ場所が分かんないからね、なんとも言えない。カスターさん、そうなんですよ。原産キルだとなったら俺絞るってなったらすごい難しくて状況がよく分かってないから、いやでもただこれセンターさんに確認したいんだけど、はい、下に立ってたじゃん、うん、はいはいはい、さかなさんとカスターさんって抜けてったんで若干時間があったから2人じゃない気がするからアベレージさんじゃないかなって若干思ってるんだけど、どう思う？それもわかる。ぐしゃバタぐらいですよね。あ、そう、完全に垂直に立ってたんだ。立ってた、倒れてすらいなかった。もう、うん、立ってる状態でレポートだから。あ、でもそれ考えると確かにその通りでもあるんですよね。オラフさんがアドミンにいるんですもんね。はい、はい、僕アドミンです。はい、ってなったらアベレージさんなのか。いや待ってください、他の日にちで考えるとオラフさんと僕ずっと一緒にいてそもそものキルが無理なんですよ。でそうなると僕とセンターさんもただ武雄さんの時以外はずっと一緒にいるのでって話になるから、まあアベレージさん今回はアベレージさんのキルで他は相方っていうのも全然、うん、ありえるんじゃない。それはありえるか。どうしよう。いやでもこれ好き来たらよくないですか。普通にセンターのアイテム屋の証言、はい、そう、そこがずれてる可能性もありますし、いや両方、いやずれてない、両方2人とも両方とも主張だから。あ、まあでも二郎を踏んだったら、まあ、もうそうそう、二郎を踏んだったら決めます。アベレージさん入れます。いや、まあスキップ行きましょう。これ本当にボタン僕もないんで。いやスキップじゃないと。いや僕あるんで、じゃあ押してもいいです。アベレージさん入れました。いやごめんなさい、いやクソ無理か。いやマジか。あーごめんなさい、なんか足りなかった僕のあれが。いやマジで申し訳ない、ごめんなさい。頑張ってください。いやでもな、いやわちょっとむずいな今回。だけ密集して終わんないってことは大丈夫だよね、さすがに。あ、終わんのか。マジ？マジ？そこ？マジか。ナイスで。嘘でしょ。しかも魚さんか、すごいな。魚さんか。いや、マジある？うわ、いっちゃしようと思ってた。魚さんに早くキルしてもらおうと思ってたけど、俺待ちだったんだよね、多分ね。あ、そう、アルツさん待ちで合わせた。素晴らしい。マジか。最後お互いに譲り合ってんのめっちゃ面白かった。なんか、ね、明らかについてくるんだから、ここ二郎なのかな。なんで寄ってくるんだろうと思ってたけど。マジか。アルトさん全然わからなかったです。ギリギリ結構魚さん通ってたの時間経ってた気がしちゃったんだよな、うん、実はカスターさんと魚さんと思いっきりすれ違ってるんですよ。ああ、そうなんだ。ああそうそう、多分でカスで、あの魚さんはペアだから言わないから、カスターさんがそれに気づいて見えるかが多分唯一拾える筋だったかなと思うんですけど、でも多分どうだったの？ああ、原産切るとこ。はい、そうそうそう、そこ唯一村側が真相にたどり着くすれ違ってるのを見れるポイントだったかなっていうのは、死体あの幽霊神殿は思ったんですけど、ただやっぱいろいろ見てるので全部記憶するのは難しかったかなと思います。原神殺されるまでアルトさん白だと思ってましたし、いやこれ本当に見事だと思います。いやうまかった、本当にインポスターうまかった。原産殺したのアルトさん？アルトさんです。あ、僕です僕です。やっぱりあの本番中に死んでるんで結構詰めれるかなっていうことを霊界でお話ししてたんですけど、意外とわかんないもんですね、うん、多分ギリ見えなかったんでしょうね多分。アルトさんってどこ通って殺してどこ行ったんですか？あ、僕は、オラフさんと2人でウェポンまで O2 が鳴ってる時に行って、アドミン終わった後に、うん、でその時にアドミンからドサドサ、あ、違う、ウェポンからドサドサって出て、はいはいはい、O2 から出てきた時に、はい、O2 のタスクやってるふりした後に全速力でストレージまで降りて、はい、そのタイミングで多分上か給油の上ぐらいに先端たちが行ったのかな。で、その横をスーって通ってって、
カスターさんと魚さんとストレージの左側ぐらいですれ違って、ゲンさんが門番してるなと思って一回素通りして戻ってきてザクってやってまた戻っていってロアーの方に走ってます。ちょっとね、ゲンさん殺された時にアルトさんが焦点に全く当たらないからやばいなと思いながら大丈夫かなと思ったんですけど、はあ、大丈夫だった。すごい。初日キルはどういう感じだったんですか？僕初手普通にメッドベイからアッパーエンジン行って、はい、セキュリティの弁当使ってエレクトリカで待ってて、武雄さん来たから即キルしてリアクターが鳴ったので、はい、即弁当戻ってリアクター前で待機みたいな感じです。いや、エレクトリカルよりは良かったな。いやすげえ。いや、うまい。インポスター2人ともうまかったし。いやすごい。最初はどこですか？武雄さんエレクトリカルですね、武雄さんは。エレクトリカル、で、アルトさん、あ、そっか。だから1の時に、武雄さんが行って、アルトさんが後から入っていって、阿部さんが離れた。俺、リアクターで、先端がカフェテリアのエマージェンシーコールをしたじゃないですか。ピーとしました、ね。あ、そっかそっかそっか。最初か。そう。セキュリティ行って、ベント速入って、エレクトリカルで待機してて、武雄さん来たから即殺して、でちょうどアルトさんがいいタイミングでリアクター鳴らしてくれたから、即ベントからセキュリティ戻って、待機してて、ナイトメアさん来たから、俺リアクターで待ってましたよ、みたいな感じで、リアクター直した。あいやうまいっすね。マジか。いやこれ、議論もめちゃくちゃうまくて、アルトさんが発言権を強く持てるタイミングがあったじゃないですか。あそこですぐ面に行かずにだいぶ村っぽい議論をした後、最後アベレリさんに向いた時に初めて一番白の位置を使ってるアウトさんが入れますっていう強くプッシュしに行ったので、あれ完璧でしたね。見てて完璧だったすげー、うん、全然絞れてなかったから、もうあの状態だったら正直スキップして、まあ、もう1キル我慢するかタスク勝利を狙うかもうしかなかったですね。あまあでも、ちょっとペアが多かったから、ちょっと怖かったんですよね。3キル余裕であり得る状況だったから。本当に。まあ、結果的にはスキップが最善策でしたけど。最善策っぽかったですし、ね。いや、でももう実際いや、でもそれそうそう、誘導しろっていう。いやすごい。かなりボタン消費させたので、めちゃめちゃ。そう、ボタンほとんどない。いや、マジでわからんかった、ずっと。いや俺はもう、先端を殺してナイトメアさん釣りだけしょうがなかったから、停電させようかなと思ってたんですよ。それもわかるけど、ね。なかなかね、タイミングがつかめなくて。そうですね。結構固まっちゃってたので、最後、アベレージだったから、そうか、それも成り立つわけか。怖っ。アベレージさんとオラフさんが最後別れてくれてたのが、押せる決定だったですかね。そうっすね。ああ、そうです。そこ一緒だったら強かったっすね、最後まで。そこ一緒だったら、もう、浮き一僕だけなんで感じ。そうああ、最後まで手つなげばよかった。いやー、そうっすね、手つなげばよかった。マジかー。いやー。勝ち筋は。無言の4分怖かったっすよ。すげえ。いやでも、いや相当うまかった。いや、インポスターさんには絶対フォーカス向かなかったから無理だったな。うん。かった。いや、届かなかっただろうな、最後の最後まで。うん、生が。厳しかった。ここは立てても、うん、振って勝つは無理っぽかったですね。無理っぽかったですね。ミスが起こるキルを待つっていう我慢しかなかったかもしれないですね。そのキルでなんとか詰めるっていうしかなかったかなっていう気がします。減算視点。現行犯で見つかれたって思ったんじゃないですか、僕。どう思いました？いや、私も理解で見てたんだけど、あ、これ多分詰まるなと思いました。アルト3までの縄はかかるだろうと思ったら、意外と見られてないっていうのが、やっぱり、大胆な結果。いや、これがもう完全に、配信見返したけど、完全に見過ごしてた。いや、もうしょうがない、しょうがないですよ。僕もね、結構見えてました、僕、視点。急にやってて。結構で最後も左抜けてるペットが見えてますね、丸い声。いや、やっぱりこう、パートナーの方の方に視線が行きがち。いや、そうなんだ、ね。しか見てなかったから。魚さんをめっちゃ注意してて。あ、そうですよね。そうなりますよね。わかります、わかります。でずっと絶対先端白だと思ってたから、先端が証言してないんだったらそれ以外の人ともすれ違ってないだろうで思ってたし、いやもうね、ペア組まされると襲撃できねえから、アルトさんあと任したと思ったらいいタイミングで原産襲撃してくれたから、すごいとこで気がしてんだ。いやすごい強い。サントンさんってどこで死んだんでしたっけ？私カフェの右です。そうそう、ちょっと探しに行けば、あそこがね、ちょっとマジでちょっと俺がね黒くなる要素の一つだから危なかったと思って。
見事だな。完敗だな。いやー、完敗だった。いや多分やり直すと多分勝てなそうな気がする。インポスター見てしない限り無理だっていう感じだったな。めちゃめちゃ我慢しましたもんね、きっと。いや、すごい。